ダブリンバスは、ダブリン県、キルデア県及びウィックロー県で、路線バスを運行するアイルランド交通グループの会社である。本社は、ダブリン1区、オコンネルアパー通りに存在する。1987年2月2日に、アイルランド交通グループが、ダブリンバス、バスエールン、アイルランド国鉄の3つの子会社に分割された。2010年4月にダブリンバスは効率化を図るため、 市内の多くの路線を簡素化することを発表した。しかし、この施策の一環として150人の雇用が失われることも発表された。2010年代には一部の停留場でバスが到着するまでの時間を直接表示するリアルタイム乗客情報を導入した。2016年の旅客数は1億2500万人で2005年と 比較すると14%減となっている。2018年9月から2019年3月までの間にダブリンバスの24路線と125台のバスは国家運輸局によりゴーアヘッドアイルランドに段階的に引き継がれた。これによりダブリンバスに新しい車両が導入されゴーアヘッドが各路線を引き継ぐのと同日に新しい路線が運行を開始した。 リアルタイム時刻表ダブリンバスはダブリン市内とクレーターダブリンエリアにおいて110の放射状路線、都市横断路線、周辺路線、18の夜行路線を運行している。毎日約32万5千人が利用している。主な放射状路線はダブリンのバス高速輸送システムを利用して市内へ運行している。エクスプレスバスは同様の路線で主要停留場のみ停車し、 最低料金が高くなっている。月曜から金曜のピーク時に運行しており、祝日は運行していない。ダブリンバスは2009年1月まで月曜から土曜の間に18路線の夜間バスを運行している。アイルランドの景気悪化に伴う人員削減のため、週半ばのダイヤは廃止された。ナイトリンク路線には特別運賃が適用される。ダブリンバスでは 聖ケビン協会や聖オードアン協会などの心霊スポットをめぐるゴーストバスツアーも実施している。夕方の時間帯に運行され、2つの停留場で降車し、幽霊が出たと言われている場所を訪れる。また、ダブリン市とダブリン空港を結ぶエアリンクも運行している。2018年7月、国家交通局はダブリンで運行されているバスの大規模な 改革提案を明らかにした。提案された変更点には、路線の番号変更や主要な目抜き通りに沿った、路線の集中化、運行頻度の増加、他の公共交通機関への無料の理解を可能にする、統合発見を含む運賃の簡素化、新たな軌道路線の運行などが含まれている。ありがとうございます。